他人の願望を代理で叶えることはできるのか。私はイメージングによる引き寄せ実践者で、自分なりにそれなりの結果を出しています。先日、ある願望を叶えたい知人に、代理で引き寄せイメージングをやってくれと頼まれました。彼女は引き寄せを信じてはいるけど、いまいち自信がないので、すでに結果を出している私に代わりに引き寄せをやってほしいとのこと。彼女が言うには、潜在意識は全てにつながっているから、他人のために引き寄せを実現することも可能なはずと言っていました。理屈の上では彼女の言い分も理解できるのですが、私は基本的に引き寄せというものは自分が自ら行うものであって、他人に依存するものではないと思います。高額のためにこういった方面に詳しい方にお伺いしたいのですが、他人のために引き寄せを行うのは可能なのでしょうか。またそれによる何らかの副作用等はあるのでしょうか。よく副作用とか反動とかいうようなものを気にする人がいるようだけど、自分としてはそんなものないと考えたい。思考の結果が作用なら、それ以外のものが副作用ってことだ。それじゃ法則に反するよね。それでもそういうものがあるように感じられたり、実際にそんな体験をしてしまうのは、それもまたそういう傾向を信じる思考じゃないかと思う。引き寄せの法則とは、波動は似た波動を引き寄せること。波動を持っているものを作用点として引き寄せられてくる。ならば他人のために引き寄せを行うのは不可能。エイブラハムとシークレットからの結論。間接的にやる方法はありそうだけど。マーフィー・ボンデは自身の体験で頼まれたことを実現してたよね。それに、私は A さんの願望が叶って嬉しいですっていう方向でイメージングすることができるから、他人の願望も叶えることが可能だと思う。キーワード化のコツを教えてください。例えば、道端ジェシカのようなパーフェクトボディになりたかったら。普通のアファなら、私は道端ジェシカのようなパーフェクトボディになる、だけど、呪文式の呪文なら、道端ジェシカのようなパーフェクトボディだけですか。焦点を当てたことが引き寄せられるんだから。理想に焦点を当てさえすればいいということで、私はとかになるとかは必要ないという考えですか。でも呪文さんは理想の恋人をそんな風にして引き寄せたんですよね。私は自分が道端ジェシカのようなパーフェクトボディになりたいんですが、自分がそうなるのではなく、道端ジェシカのようなパーフェクトボディの人を引き寄せる羽目にはなりませんかね。私は道端ジェシカのようなパーフェクトボディになるとは、まるで呪文に引き寄せられる私と唱えるべき願望ですね。この場合の呪文は、パーフェクトなボディの私が適切かと思われます。理由は、私を含めたパーフェクトボディを一体とした焦点として宇宙意識に捉えさせるためです。唱える呪文によっては、おっしゃる通り道端ジェシカのような同性の友達を引き寄せるかもしれませんね。しかしながら、この願望は引き寄せに依存できる願望か否か、極めて難しい課題と思われます。まず、成長期を過ぎていれば身長も足の長さも大きな変化を望めません。また、カルマの観点から言うと、両親の遺伝子に大きく影響を受ける要素と思われます。アーティストにイメージが舞い降りるように。自分に適したダイエット法や筋トレ法に突如出会うこともありえますが、各々の限界やリバウンドの危険性があります。次に、潜在意識の観点で言うと、洗脳に近いほど強い使命感が刻み込まれたとしても、自分の肉体に呪文が直接作用することはほぼありえないと考えます。まず、引き寄せが潜在意識を通じて別の領域で起きる意識の連鎖による現象とするなら、願望に即して行動するうちに意外なプロセスをたどって、自然な形で肉体改造するに至るレールが用意される可能性の方がむしろ高いのではないでしょうか。さらに願望を掘り下げてみましょう。あなたはなぜ、私は道端ジェシカのようなパーフェクトボディになりたいと願うのでしょうか。パーフェクトボディを手に入れた先に、あなたは何を見ているのでしょうか。
それはパーフェクトボディでなければ成就できない願望なのでしょうか。もしも願望を掘り下げた結果でたどり着いた真の願望が意外なもので、パーフェクトボディになること以外に多くのプロセスが考えられるなら、そのプロセスをパーフェクトボディに限定することなく、真の願望を唱えて、プロセスは宇宙意識に委ねるべきかもしれません。最後に、引き寄せは単に願えば叶うものではなく、特定の条件下で作用する不思議な現象であり、その仕組みがシークレットとして伝承されてきたのだと思います。道端ジェシカのでかいポスターや切り抜きを部屋中に貼って毎日見たらいいよ。化粧するとき、ついでに写真見ながら顔真似の練習もする。意識しなくても夫婦の顔が似てくるように、意図してやったらさらに似てくるよ。モノマネ芸人なんか新しいモノマネに対応するために常にそういう練習をしている。だからアファと合わせてやったらもっと効果あると思うよ。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。